文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、今日ですねコラボ動画でございます。いつもとね違います。いつもの自分の部屋じゃございません。で今日はですね、あの知り合いのドラァグクイーンカラフルちゃんのお店にお邪魔しております。いらっしゃい。はいはい、どうもどうもありがとうございます。頭に乗ってますね。そうだよ、ひょうがね、ひょうがひょうひょうと乗っております。ひょうひょうと乗ってるよ、ね、いやなんかね、まあ結構昔からの知り合いというかね。そうだね、うん、何気に長い。そう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 、うん、でまあもともとちょっとね、あのお店にこの間普通に遊びに来させてもらって、はいはい、一応ちょっとあの投稿でコミュニティ投稿でやったんで、もしかしたら見た方もいらっしゃるかもだけど、うん、そうあのまあね、あの今日は、まあ、私がねコラボできたら大体見てくださった皆さんはお気づきかと思いますが、 BE:FIRST を布教しに来ました。イエーイ、はい、あこれあれ、これはあ、それそうそう、あ、さすがですな。これなかなか誰も突っ込んでくれなかったあのなんか合わせてきたのかな。そうそう、あの BMSG っていう事務所の名前なので、うんうん、そこのパーカーで、うん、でそこのファンクラブ的なのも入ってるんで、あ、それの限定のやつ、ね、まあここにB タウンっていう名前が書いてあったりもします。まあ、ちょっと見づらいけども、あ、うん、あでもなんとなく分かった。そうそう、はいはい、まあそんな感じでね、もうあの BE:FIRST と、うん、PMSG をやっぱりいろんな人に広めていきたいと、うん、はいはい、で、まあ、ぶっちゃけた話、その、まあ、ドラッグやっているし、うん、まあお店もやってるけど、うん、あの TikTok やったりして、うん、踊ったりとかしてるし、うん、でもともとやっぱりパフォーマンスとかもやっていたじゃない、はいはいはい、今もやってるか、今もたまにそうね、やってるか、うんうん、だからそういったパフォーマーで現役でやってる人っていうのにやっぱりあの聞かせたいっていうか、はいはい、見させたいっていうね、はいはい、MV を、はいはい、そういうところから来ております。大丈夫、あんまり詳しくないけど、なんとなく、うん、テレビとかあとなんかトーク番組とかでそのグループは知ってるけど、そんなに詳しくないけど大丈夫、うん、あ、テレビで見たことちょっと、なんかね、朝なんかニュース番組かなんかで出た。あ、そうそう、日テレでやってたんで、そうそう、スッキリでやってたんだけど、ね、あー、それかな、うん、まあ、この間あのコラボさせてもらったパフォーマーよしさんもたまたまスッキリで見たって話があったんで、はいはいはい、そう、たまたま見てって人結構いるんだね。そう、たまたま見た、うん、うん、そう、まあ全然知らなくていいんで、あ、分かった、むしろ今日ね、初めて見てもらうんで、はい、まあ私もドキドキしながら、はい、見てもらう予定ですよね、うん、そうそう、では早速あの MV をね、見てもらおうかなと思うんで、オッケー、はい、その前にさ、一回乾杯しない？あ、そうしようかね、うん、一応、あのお店のルールがありまして、あのお疲れボンバーで乾杯するから。あー、オッケー、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、今日も一日、お疲れボンバー、乾杯。ちゃんとマスクしてね、あの感染対策をちゃんとしながら、換気とかもろもろね、やりつつで、やりつつ、はい、こういうのなくなるといいですね。本当だよ、大変だよ、本当にな。じゃあ、そんな感じで、そんな感じで、じゃあ今からあのミュートします。音が聞けます。はい、すごい。じゃあちょっと、うん、まあこんな感じです。うん、まああのまあこういう感じなんだけども、初めて見た。初めて、あ、え、そう、PV 初めて見た。うん。あ、でもあれか、あの曲自体は。曲はね、なんか今聞いてたら、うん、あれこれなんか某ショッピングセンターでなんか流れたみたいな。某ショッピングセンター。そう、なんとなく聞いたことあるぞと思った。うん。うん、あ、結構いろいろ流れてはいるから。多分そうだね。うん。え、じゃあなんかその。曲聴いた感想、まあ、今から初めてじゃないかもしれないけど、うん、曲自体はどう思った？いや、曲はね、かっこいいなと思ったけど、うん、このグループってこと知らなかったから、うん、あ、そっか、そっか、こんな7人のグループだったんだって思った今。ああ、なるほど。そう、うん、そうで、なんかみんなメンズでね、うん、なんかジャニーズ系なのかと思いきや、はいはいはい、イメージね、イメージ、うん、なんかちょっと韓国アイドルっぽい感じ。あー、なイメージがあった。まあ、でも多分その辺もあのだいぶあの、うん、参考にしてやってるのが間違いないんで、うんうん、まあね、あのジャニーズさんの楽曲とは色は違うよね。そうだね、うん、うん、そうね。あ、まあ名前とかわかんないかもしれないけど、気になった子とかいたかな。いた。あ、いた早速いたよ。あ、いたわ。なんかさ、うん、これも古いけど、うん、とね、堂本光一くんみたいな子がいた。堂本光一くん、あのね、うん、白い髪の毛じゃなくて茶色い子、うん、いや、ちょっと画像たなんか多分そうじゃないかなと思うんだけど。そう、あのね、あれ、この子なんか KinKiKids の昔の感じじゃんって思った。どうかな、これ最初。あ、そう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 、はいはいはい、あのレオくんです。あ、レオくんだって。レオくん、はい、
そっか、小一くんに似てる。似てるよ、昔の。ああ、なるほどね。そう。なんかね、最近はね、スノーマンのラウールくんに似てるって言われることもある。なるほど。例えば、これ、今このレオ、ビーファーストラウールとかに出すと。あ、じゃあもう、比較が出てくるのね。多分比較が出てくる。すぐ出てくる。本当だ。うん、まあ、これ角度じゃねえかっていう噂もある。まあ、うん。うん、そうか、まあ、レオ、いやレオ人気だな。そう、なんかちょっと例えが古いから申し訳ないけど、近畿の俺もそういうっぽいなと思った。はいはいはい、うん、そうか、いや、よかった。レオ君はね、BE:FIRST の中の、まあ、本当に自分のことよりもグループのことを真っ先に考える、とってもいい子ですよ。なるほど。あ、でもリーダーじゃないのね。そう、リーダーじゃないんだけど、まずリーダーはいないグループなんで。あ、いないんだ。そう、作らないっていう話で、スカイハイ、プロデューサー、社長のスカイハイさんが言ってて、でも実質のその挨拶とか真っ先にこうありがとうございましたとかそういうこと言うのは、さっきのレオくんが大体やって MC とかもやってて。なるほど、はい、そうそう、はい、あ、レオくん、じゃあレオくん推しになってもらって、うん、ちょっと今もうロックオンしました、うん、あ、そうなんだ。そう、レオくんね、結構自分の周りでも人気なんすわ。自分はちなみにソータっていう元ダンサーの子がいて、はいはいはい、世界一に4回なってる。え、すごっ。結構やばいのがいて。もともと何の子たちなの？元ダンサーって何？ソータっていう子はもともとそのダンサーで結構名前が売れてる子で、オーディションに参加してきた時から名前はもう界隈では知られてる。あ、なるほど。そうそう、で、他にもなんか三山亮輝っていう俳優でやってて、で、今亮輝って名前です。あ、はいはいはい、やってる。まあ、兄貴分みたいな感じの人もいるし、うん、で、APEX の、アカデミー生だった子らもいるんで、だから結構なんやかんやで、もともと素養はある人が多いんだけど。なるほどね。レオ君も、もともと APEX とかに所属もしてるから、あと韓国に多分ちょっと練習生でいたことがあるかな。あ、そうなんだ。そうそうそう。まあ、でも優しいんでね。あれ、これみんな若いの？年齢層的な。うん、今15歳の竜兵くんっていうのが15歳で一番最年少で、うん、上がまあ22、23ぐらいかな。あ、じゃあ世代だね。自分19だから。あ、はいはいはい、うん、同じ界隈だわ。同じ界隈はいはいはい。19あの、お酒、お酒じゃないから。お酒じゃないんだ。あ、俺これ何飲んだんだろうな。この前な、何だったの？ジンジャーエールかなんかした。ジンジャーエール飲んでよ。俺もジンジャーエール飲んで酔っ払ったんだ。そうかもしんない。あ、やば。俺空気に酔っ払ったんだよ。お店の空気に。そうか。そう、知らなかったわ。まあ、それは置いとこうかね。置いとくか、うん、そうで、まあみんな何やかんやってんだけど、一、うん、人だけ未経験の子がいて、おお、で、今その子グループで歌一番うまい。へえ、すごい。結構それやばいよ。やばいね。もともと才能があったんだなっていうところよ。ちなみにさっきの MV で最後にこうバッて真ん中でやってた子、はいはいはい、あれがジュノン君って言うんだが、うん、彼がそうです。すごい名前がもうおしゃれだね。ジュノン君なんだ。ジュノンとかレオとかレオとかね、うん、そうそ う, うん、そう、ジュノン、レオって普通に考えたら世代的に、まあ、19歳だけど、うん、世代的に言うともうキラキラネームもキラキラネーム。そうだよ、なんかジュノンボーイってなんかもう、そう、本当にジュノンボーイ。そうだよね。最初にはジュノンボーイちゃんって普通に思ったもんね、うん、親父がいるかもしれないけど。そう、レオっていう名前も19でおかしいけど、うん、ジャングル大帝レオ思い出すけど、うん、そっちか。古いけど、うん、はいはいはい、うん、まあレオ、ね、でもおしゃれな名前、うんうん、そうだね。まあ、あとまあ普通に竜兵とか日本名もあるし。ああ、なるほど。なんか竜兵とかソータとかはすごい安心するんだ。ああ、そうだね。ちょっとね、ホッとするね、うん、あとシュントっていうのもまあまあキラキラ。あ、まあまあ、うん、ほんのりキラキラだね。ほんのりキラキラだよね、うん、あとマナトっていうのもあちょっとほんのりキラキラ、ほんのりだね、うん、で、両機は行ったから、うん、だからレオとジュノンは、まあ、結構ながっつりキラキラで、はいはいはい、で、シュンとマナとは、うん、ちょっとキラキラほんのりで、で、竜兵、ソータ、両機も言っても世代的にはちょっとね、まあ、そうだね、若いなって思うんだけど、うんうん、で、竜兵とソータは本当安心する。そうだね。竜兵とか普通にね、うん、小学校の時いたからな。いたよ、普通になんかうちのお客さんでもいるよ、そんなの。あ、マジか、うん。じゃあ今度BE:FIRSTの竜兵じゃん。そうだね、いじれるお客さんだったら全然踊れないと思うけどね。そうね、竜兵めっちゃ踊りうまいからね、うんうん、そうそう、そう、竜兵とソータがどっちかというと踊りを、はいはい、がっつりやってる感じですね。そう、なんかイメージさ、うん、なんかもっと歌がメインなのか、うん、ダンスがメインなのかってなんかどっちかに固まってるかと思ったら、はい、なんかエグザイル的な感じがあるもんね。なんかどっちもだね、うん、そう、どっちも、うん、案外日本ってそういうグループってやっぱ少なくて、確かに、うん、K-POP だと普通なんだけど、はいはい、だそこの部分が案外いなかったなってところがあるから。そう、あともう一個ね、うん、ちょっとね、みんながこう TikTok とかでなんか真似しやすそうな、うん、全体的にダンスは難しいんだけど、あ、難しい、ね、なんだっけ、バッティングこういうのとかちょっとこう、今のロックライダー、そう、うん、
あるからさ、とりあえず真似しやすいかなみたいな、うん、ああそうね、多分 TikTok ネタとしては今 BE:FIRST GIFTED はバズりやすいと思うから、うん、あよかったな、じゃあちょっとやってみよう、あやってやって、うん、MV も普通に見てもらって、そうだね、うん、そう、BE:FIRST 関連の曲は、まあ、今ちょうどトレンドだから本当に普通にネタとしてやってバズりやすいと思うし、うん、全然やってもらっちゃっていいよ、分かった、俺が許可してもしょうがない違う、別にバズりたいわけでもないんだけど、そうそう、ちょっと挑戦してみようかなと思った、うん、そうね、なんか例えばお客さんとかで BE:FIRST 好きな人が、うん、TikTok 見てもらって、え、この間ギフテッド踊ってましたよねとか、あね、それね、嬉しいよね、話のネタになるしね、はいはい、金になるし、そう、うん、しかもなんか世代一緒ですよねみたいな感じだしね、あ、そうね、あの19歳とかねちょっとギフテッド聞いてもらって、うん、そうね、まあちょっとこれを機にちょっと、うん、まああのファンコミュニティのなんかベスティーって言うんだけども、うんうん、よかったらベスティーの一員になってもらって、わかりました、わ、うん、かりました、はい、じゃあ、あのレオ推しってことで、レオ推しです、レオ推しのベスティーです、はい、おめでとうございます、イエーイ、ベスティー取り増やしましたはい、じゃあとりあえず今回 の、はい、あの動画はここで一旦、あ、ありがとうございます、はい、あ、じゃあお店の宣伝ちょっと、あ、いいんですか、ぜひぜひ、はい、お店はですね、あの東京の千代田線、はい、うん、湯島駅から徒歩30秒だね、うん、そうね、4番出口から出れば30秒ぐらいのところにありますお店で、うん、カラフルボンバーというお店になっております、はい、あのホームページじゃないんですけれども、うん、カタカナでカラフルボンバーで検索してもらえればツイッターやらインスタが出てくると思うので、うん、はい、そちらでちょっと見てみてください、はい、普通のカウンターバーでございます、はい、そうですね、はい私のあの動画の概要欄にもあのツイッター、インスタグラムのリンク貼っておきますので、あ、そちらからもぜひご参考にしてください、はい、では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、お願いします。あ、TikTok の話する？ TikTok の話、あ、TikTok の話、うん、あ、自分の、そうそうそう、そう、あとカラフルちゃんで TikTok やってます、あ、うん、この感じ、そうそうそう、あ、カラフルちゃんでやってます、ローマ字だね、カラフル、ローマ字、うん、あの色がいっぱいのカラフルにちゃんがついてカラフルちゃんで出てきます、はい、でそちらもぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、あのギフテッド踊ってくれるかもしれませんから、そう、まあ、まだバッティングセンターじゃなくて、なんだっけ、バッティングダンスバッティングセンター、ほんと19歳バッティングダンスやりますんで、はい、はいはい、じゃあ、 あのそんな感じで、はい、じゃあこの辺で失礼いたします、言いたいことは今日言っておく、グランファンバスでした。